本を北海道へ留学することになりました。とても嬉しかったのですが、反対に不安もありました。理由は日本語です。僕は日本が好きでしたが、日本語にはあまり興味がなかったので、日本語はひらがなやカタカナやたくさんの漢字がある。覚えることが大変で、文法や発音なども僕にとっては難しく感じました。日本に行く前、日本語をどれだけ勉強しても全然覚えられなかったので、ますます日本語に対する興味がなくなっていきました。そして僕は日本へ行くときは日本語が何もわかりませんでしたが、英語だけは話せました。そして英語ができればどこでも生きていけると思っていました。日本にいる間、僕はホストファミリーと住んでいました。ホストファミリーはお父さんとお母さんと2人のおばあさんがいました。お父さんとお母さんは英語が上手だったので、僕は甘えてしまい、日本語を勉強しなくても大丈夫だと思ってしまいました。しかし、こんな日本語を全然勉強しようとしない僕を、ホストファミリーは温かく見守ってくれました。学校で食べるお弁当を続けてくれて、の間、雪が多いため、毎日送り迎えをしてくれました。そして、お父さんはいつも、問題があったら、お父さんに相談するんだぞ、と言ってくれました。ホストファミリーとの生活を通して、僕はだんだん家族と日本語で話がしたいと思うようになりました。日本語をただ難しいと思う本で興味してきた自分も恥ずかしく思うようになりました。そして僕を本当の息子のように思ってくれている家族に少しでも恩返しをするため、日本語学科に入学し、日本語の勉強を続けています。僕にとっては日本語の勉強はいい仕事や高い給料のためだけではなく、第二の家族とコミュニケーションを取るためなのです。そして将来また日本の家族と会うため、今タイで勉強を続けています。今から思うと、高校生の時の自分にとって難しかったのは日本語の勉強ではなく、日本語に対する苦手意識をなくすことだったと思います。初めから自分で日本語に対する壁を作ってしまったので、その壁を壊す必要がありました。僕は日本語発音のおかげでその壁を壊すことができましたが、日本へ行かなかったらその壁は高くなる一方だったでしょう。もしそうなったら、自分で自分の世界を狭めることになり、新しいことを始めるきっかけもなくしてしまいます。皆さんに自分が作った壁がありませんか？その壁は今どのくらいの高さですか？ご清聴ありがとうございます。